ホテル流名館東京は東京都中央区八重洲の八重洲流名館ビルにあるホテル株式会社流名館グループの一つ株式会社流名館が経営運営を行っている宿泊主体型ホテル1909年に旅館後副興流名館として開業100周年にあたる2009年6月に賃貸オフィスフロアとの複合が旅る八重洲流名館ビルへ建て替え 新たに、ホテル流名館東京として開業した。ホテルは、八重洲流名館ビルの8階から15階に位置する。17.5平方メートルのシングルルームから70.2平方メートルあるスイートルーム、計12タイプの客室を揃えている。また15階には、同社が経営する、日本料理店、ホテル流名館東京花小読みが営業している。 ヤエス流名館ビルの1階は不動産仲介店2階から7階まではオフィス区画となっている。ホテルとはビル出入り口が区別されている。株式会社流名館はホテル流名館東京を開業するにあたり、都市型ホテルとしての機能と110年続く流名館の伝統の融合を目指し、館内デザイン、サービス面ともに和のコンセプトを取り入れている。 旧ホテル、八重洲留名館の主要客室が和室であったのに対し、ホテル留名館東京は洋室中心の構成になっている。4室ある和洋室には、旧ホテル、八重洲留名館の客室で使用されていた欄間をアートワークとして使用している。また、1階のホテルエレベーターホールには、旧旅館五福恐竜名館の表看板を展示している。ありがとうございます。